収賄と横領、職権乱用の罪で起訴された元重慶市共産党委員会書記白吉来被告の初公判が22日と23日山東省済南市で開かれました。公判では外国メディアは法廷に入ることが許されていませんが、裁判所の外にはおよそ100人の世界各国のメディア記者が集まりました。公判の初日、法廷の警察官に挟まれ、無表情で被告席に立つ白被告の姿が、済南市中級裁判所のミニブログから伝えられました。外部に対しては、文字による中継を行うと発表したものの、後に誤報であると伝えました。それでも、およそ100人の国内外メディア記者が集まり、中国共産党の政治危機を観察しています。This case has had many twists and turns and has opened deep rifts in the Communist Party from the point of view of the top leadership of the party, which of course controls China and the courts. 外国メディアは白吉来事件によって引き起こされた共産党の内部闘争について議論しています。初日の後半では白被告のために資金援助を行っていた実業家ジョ・メイ氏が証人として出廷し、白被告の収賄容疑に対し証言を行いました。また、妻、コフ・カイライの収賄証言が書面で提出されましたが、白被告は滑稽でバカバカしいと反論しました。外国メディアは風刺を込めて、去年3月から公の場から姿を消した白吉来は、午後6時過ぎまで法廷で審理を受けたと伝えました。新東人テレビがお伝えしました。有人说他就是专制政治的，政府与危险的，大于家嘛。